こんにちは、いちです。ですね、前回の続きになりますが、こちらのニスを今日は塗っていこうと思います。ですね、前回作った鳥さんですね、鳥さんちょっと黒かったので白で今日は作ってみようと思います。ではね、またねひたすら作っていくので倍速になるかと思います。同じ大きさを作ろうと思ったんですけど、試しに爪をね、ちょっとちっちゃいのをね作れるかなっていう、作れないかな、作れるかな。などをね、形を整えつつ撮ります。ではファイルで削ります。さて、ではアルコールで拭いて表面をきれいにして、乾いたらとりあえず厚みを出すためにレジンでやってみます。もので、トリマーレジンでこれをなじませます。まあ、厚みを作るだけなので、気泡とかはそんなに気にせず。じゃあ硬化しましょう。硬化です。あ、前回のいつのか知らないけど入ってましたね。バキやりますか。いけます、いけます、いけますよ。ちょっと待って、いきます。気持ちいい。これ分かる人います？私だけ？はい、おいえ、トゥルトゥルになりましたね。やっぱりこっちの方が正解でした。で、トップ塗っていきます。はい、10秒経ったのでポンポンしていきたいと思います。今度はどんな色になるんでしょうか。ちゃんとした色になればいいけどな。あ、なんかいい感じの色ですね。こっちが本物って感じですね。黒よりやっぱ白ですね。じゃあ、あと2つもね、塗っていきます。はい、こんな感じでいい感じに仕上がりました。さて、仕上げのトップを塗ろうと思います。でですね、こちらこの前買ってきたんですよ、ブローピン。これをちょっと後ろにつけようかなと思って、大きかったので、ちっちゃい方の鳥さんには無理ですね。大きい、やっぱ大きい方の
鳥さんじゃないと。レジンで固めればいいんですかね。ここになんかこうネジをネジネジってするんでしょうけど、それほどの厚みもないのでね、誰かご存知の方がいたら教えてください。次回に役立てます。じゃあね、こちらにねピンを、大きいのにねピンをねつけたいと思います。こんな感じで、こっちだと多分ダメだから、こんな感じでつけようかなと思います。ライシングジェルでいきましょう。とりあえずこれで硬化、はい、硬化してるうちにこの子ね1個この前つけて、で白の子もねこの辺につけようかなって思います。ここにつけます。ニスはね、多分すっかり乾いていると思います。鳥さんはですね全然びくともしないけど、まあ念のためもうワンコート塗っときましょうか。次はですねレジンでいきたいと思います。なぜかというとジェルだと、アイシングジェルだとベタベタしちゃうんで。はい、こんな感じにね飾ってみましたが、いかがでしょうか。こちらです。さて鳥さんですが、もう完全にくっついてますね。完成しました。なんかにはめてみましょうかね。こちらは私が前にダイソーで買ったのにいたずら書きをしたものでございますが、米津さんの方ですね。これにちょっとつけてみましょうか。いい感じですね。完成。これをつけていきたいと思います。ちょっともうちょっとね粗削りな部分があるので、この辺ねちょっと削ったりしてね、もうちょっと綺麗にします。とりあえず完成です。ありがとうございました。バイバーイ。